96キロ、イリプロハスカー赤コーナー、185センチ、99.6キロ、バディン・ネムコーレフェリー、ビッグ・ジョン・ムカーティー。Kind of the rules. Protect yourself at all times. Opening with commands. No elbows to the head. Watch the back of the head. Touch gloves. Good luck. 準決勝第2試合です。イリー・プロハースカ対ワジム・ネムコフ。チェコのプロハースカ対するロシアのネムコフ。今ゴングです。これネムコフ、本当期待してるんで、はい、この2人の戦いは本当楽しみですね。そうですね。ただ大沢さん、はい、イリー・プロハースカが1回戦石井聡相手に圧倒的なこのハイキックですね、強さ見せました。ハイキックがこの足使いながら多彩ですよね、うん、本当にあの打撃のこのフットワーク使って結構見づらいと思うんですよ、はい、来ましたね。それでもタックルに行くのがワジム・ネムコフ。このプロハースカをリフトして叩きつけてまいりました。ネムコフいいですよ。そしてこれ今チョーク、そうですね、決めていこうというところ。あ、まだ首を持っています。まだ捉えている。さあどうだ、大沢さん、いかがですか。多分入ってないですね、これはまだ大丈夫、はい、はい、ちょっと抑えてる。再び足をかけて、どうだ、ネムコフが絞っていく。ちょっと体ずらせば、外れた、外れた、立ち上がる。いいですね、緊張感があります。あれ、足クラッチで相手の体に足を巻きつけることができたら、ちょっと決まってたと思うんですけど、体が横に出てたんで、プロハースカの体が横に出てきれいだと思う。プロハースカが一瞬にリアリと笑いましたよ。体が来るところを定期だ。いやー、でもこう仕掛けますね、いや組は本当に強いですね、ネムコフ。はい、バジム・ネムコフは3本のバックボーン。そうですね、はい、世界サンボ選手権100キロ級で優勝という実績がありますが、そのネムコフに対して下から三角締めでしょうか、プロハースカ仕掛けます、ね、十字でしょうか、仕掛けていこうというイリー・プロハースカ仕掛けますね。そうですね、イリー・プロハースカは前回、腕を伸ばしきるかどうだ、どうだ、十字どうだ、おー、抜けた、抜けた。プロハースカ打撃だけかと思ったら首もできますね。そうですね。ちなみに前回の石井戦を含めてここまで14個の勝利があるんですが、はい、11 KO 3つの1本ですから、まあ、サブミッションでも仕留める力を持っているというイリー・プロハースカ。そのプロハースカに今度はパウンド、ワジム・ネムコフです。ネムコフはここまで MMA1 回戦のゴラン・レリッチ戦を含めて4戦4勝、まだ負けがありません。負けを知らない男です。いや、ネムコフは僕はもう本当期待してるんですよね、うん、1回戦、そして準決勝、ここまでご覧いただいて、ネムコフの一番いい部分っていうのはどういうところですか。やっぱり組のバット強い。わ、いや、組だけじゃないですね、大沢さん。パンチ力あると思うんですよね。サイドにつく、プロハースカの長い足を越えて、おお、プロハースカ、いや、プロハースカ前に出ますよ、プレッシャーかけて。この立った後に、はい、上を取ってきた人間が立たれた後って結構疲れたんで休みたいところで、このプロハースカプレッシャーかけるんで、はい、ネムコフは嫌だと思いますよ。そして今連鎖的な関節切りもありましたね。そうですね、多彩なんで。左を、はい、返していくネムコフ、いいですね。プロハースカ前出ますね、プレッシャーかけますね、これですよね、今のリアルパンセツ蹴り。パンセツ蹴りですよ。今
最終のマスピースが外れたんですが、ちょっとスタミナなくなってきてんじゃないですか。そしてちょっと出血になりますよね。マウスピース落とすときって結構呼吸しづらくなって口開いてるときにポコッと落ちたりするんで。なるほどなるほど。そしてマスクも鼻から出血ありますが、そのタックル、セバシタバウント、セバシタバウント。いや、プロダンスか、全部できますね。全部できますか、はい、この大きな体で。いや、打撃だけだと思ったら。さあ、バックにつきます。ここから首に腕を回す。足も4の字ロッカー。いや、まだそこまで考えてません。いや、サンボチャンピオンの連続から1本取るということになれば、いや、すごいですよ。快挙ですよね。チェコの GCF ですね。GCF のチャンピオン、はい、GCF のライトヘビー級のチャンピオンです。ちなみにイリー・テーマースカは2012年にその GCF でプロデビューですから、キャリアはまだ3年という選手です。すごい、いい選手ですね。あのイリー・プロマースカまだ23歳なんですね。若い。ただ対するネムコフも23歳なんですね。2人すごいですねこのライジンで育ってほしいですね。そうですね、ぜひ。もつれて体勢入れ替えた。いやー面白い、この入れ替わってくるくる入れ替わる試合面白いですね。そしてここは腰を上げてスペースを作ってパウンド。あ、立ち上がってきた。立ち上がりには間違ったんですが、いや、いい若い選手がいますよ。ある意味怖いものしますね。ガンガン行きますよね。いや、2人ともいい選手ですよ。本当にいい選手ですね。ネムコフがフランスに対して打撃からタックル組みに行く。それを嫌がる。どうするか。あ、ネムコフちょっと疲れてきた。足が、足をかけてテイクダウンはまだ突き切っていない。いや、この攻防は大事だ。この攻防は大事。どうするか。押し切ったのはネムコフ。いやー、さすがですよ、サンプチャンピオン。まあ何度も言いますが、ネムコフこれが MMA5 戦目です。そうですね、まだ5戦目。対するプロハースカはこれが18戦目です。23歳で18戦目です。しかも、キャリアは3年しかないんです。3年で、年間6試合ぐらいですかね。ですね、すごいな。いや、この2人、このすごいハイペース飛ばしますね。そうですね、すごい消耗戦。さあ、そして十字だ、十字だ。ネムコフがこの長い腕を十字で伸ばしていくと、回転した回転した。まだでも抜けてないですよ。まだ抜けてないですね、はい、あ、どうだ、伸びるか、伸びるか。あー、取り返しました。すごい、どよめく埼玉スーパーアリーナ。すごいスイングしてますよ、これ。拍手が沸き起こります。いやー面白い。バカロンバカロンバ。いや、ただこれネムコフが下になっても面白いですね。そうですね、これ消耗戦ですよ、これ、どちらがどういう仕掛けを見せるか。立ち上がるのかネムコフ、それとも、193cm、コントローラーメンと出場選手の間で最も高い身長を誇るこのイリー・プロハースカ、長い手足を駆使して振り回してくる、それを絡め取ってやろうというワジム・ネムコフです。サイドにつきますイリー・プロハースカ。ネムコフちょっと疲れましたかね。そうですね、今ミックスポジションになっても自分から立ち上がっていくことあまりしなかったですよね。疲れました。再び、あ、この状況ひっくり返した。どうだ、大沢さん、いかがですか。まだ入ってないです。今度は右の腕組み直しました。これちょっとずれてます。これでは決まらない。第1ラウンド、10分間の第1ラウンド、まもなく9分が経過しようというところです。ネムコフの動きが落ちてきてますね。いや、9分間動き続けている容赦ですからね。いや、ハイペースでしたもん、動き方が。しかもこの体の大きさ、
ネムコフが 185cm99.6kg、 対戦リリー・プロハースが 193cm96kg。 この大男たちが10分間動き続けるという返した。いや、復活しましたね。それで動けるのが上塩を踊っていく。そして膝だ。すごい消耗戦ですよ。これ残り1分を切っています。第1ラウンド気持ちの強い方が勝ちますよ。そうですね。いや、ただネムコフも大沢さん、わー、どうだ、立ち上がりはゴムですね。これゴムゴムですか。うわー、最後はスタンドまとめて打撃をまとめていこうというリリー・プロハースが膝から右の範囲離れながらもパンチ再び前へ出ていく。ネムコフはタックルに行くか。これは切られる。ちょっと前すぎるのがネムコフ、まっすぐ下がる。飛び出すことを捉えた。しかし時間がない。右のバウンドもつれながら腕を探っていこうというリリー・プロハースが、さあどうなるんだ。第1ラウンドここで終了です。見せてもいいですね。見ててもこれ息上がりますよ。これ絶対にやりたくない試合です。今ちょっと待ってた。ネムコフが立ち止まらない。これは立ち止まらない。立ち止まらない。なるほど。これ3個ただまず第一ラウンド持ち上がる攻撃したのがネムコフ。これで決まってる。最初はもう本当に何のことかあったので、ここら辺で圧倒的だなと思ったら十字下から仕掛けましたからね。そうですね。ゴングが大人気になって、あ、今ゴングです。これちょっとアナウンスした今イリー・プロハースカーの勝者アナウンスコールがありました。うわ、1ラウンド終了時、ワジム・ネムコフが先頭フロートということで、まあ、意識はあるんですが、酸欠とかですね。いや、本当に消耗戦ですよ。視力を尽くした。本当に視力を。準決勝第2試合、まあ、まさに生き残ったのがイリー・プロハースか、キングモーの罰決勝へ。皆さん大きな拍手を。бой был тяжелым. Ты, возможно, сказалось мое физическое состояние. Я не восстановился после первого боя. У спортсменов мотивирован очень и постоянно идет вперед, пропускает удары, но все время все равно идет. Good fight, man. Thank you. Thank you. Так, где медаль? Слушай, ты что там делаешь? Ты стал шатун. Да. Вот, 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 вот. Чего? Не вот, не вот. Удачи тебе. За тебя. За тебя. Удачи. Удачи. За тебя будем болеть. Спасибо. Ось. Так, там. Не помню, я люблю. Стану. Кто продает? Возьмешь. Ось. Ось. Ось.